こういうね、お遊びいいよね。真面目に映画化することを誓います。振りに振り切った演出と顔芸のオンパレード、最高な一本です。本番いきます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーい、スタート。はいどうもこんにちは、監督ラボの監督です。今回紹介する映画はこちら、グランブル。まず先に伝えておきたいことは、ちょっとネタバレをしているので、ネタバレなしで見たいという方はもう見ないでください。お願いします。すごい良かったのでガンガンおすすめしていきたいと思います。劇場鑑賞のきっかけ。この映画を見たきっかけなんですが、まずこちら、隼薮勉監督が大好きだからです。過去の作品はこんな作品です。はい、ほぼほぼ見ました。結構前から好きでですね、演出がなんといっても、振りに振り切ってるところ、その熱量がパンパンないんです。で、最近になって、なんか引っかかる部分があったんですけども、その謎が最近解けました。結論として、もうインド映画、顔芸がやばいところ、過去にもですね、ミュージカル的なシーンですが、ダンスシーンというものがですね、組み込まれておりまして、今回もですね、バモスという言葉が飛び交った瞬間にもう踊り出します。原作は漫画。現在ですね、15巻まで発売されておりまして、累計発行部数500万部です。この作品なんですが、登場人物のあまりの脱ぎっぷりに、主に衣装の面で絶対映像化不可能と言われてきた異色作で、実写化のニュースが出たところですね、絶対無理だろうと、そういった声がたくさんつぶやかれました。そして映像解禁時ではですね、やりやがったと、こう盛り上がったそうです。原作はですね、2014年から連載が開始しました。続いて2018年ですね、アニメ化されまして、全12話ですね。そして今ですね、2020年、劇場公開されました。主演2人は特撮の主人公、ダブル主演がですね、恐竜レッドと仮面ライダービルド、ともにですね、主人公を演じた2人。ちなみにこの映画サイトのですね、役者のコメントの下にですね、それぞれのマネージャーからのコメントというものがですね、載っておりまして、そこがですね、面白いです。はい。で、さらにですね、クーデレヒロイン、今回、乃木坂46の与田祐希さん、映画初主演ながらで男の頭を踏みつけたり、鉄バットでボコったり、特に良かったのが、飛び蹴り。何回か出てくるんですけども、圧巻でした。その他にもですね、あとキャラクターとしては、ケワコがですね、すごい好きでした。見どころ。とにかく、もうストーリーが2点3点どころか、コロコロ回転します。序盤に関してはもうタイムリープものですね。推理もの、それからバディもの、無難に青春もの、真面目にダイビングシーンを見せられたり、それからもうね、なんかね、見ている瞬間、あれ？自分は、何の映画を見ているんだと。っていう感覚が何度も起こりました。これ、インド映画スタイルです。まあ、あと個人的にですね、高島さんの演技がやばいです。もうマジでね、バモスと言ったら踊り出すと最初に言ったんですけども、脱ぎます。笑いこけました。まあ、これ見てください。もうちょっとドン引き。この作品なんですけども、ダイビングの海の中のシーンと陸の中ではもう全く別ジャンルの映画と見てもいいぐらい、それくらい温度差があります。メインの役者さんがですね、みんなそれぞれですね、ダイビングの資格をちゃんと取りまして、しっかり撮られています。ジェスチャーとかがですね、こういう感じの、とにかくですね、ポスターですか予告を見てすぐわかるんですけども、ほぼほぼその主演の2人がですね、全裸か半裸です。この映画に限らずですね、隼薮監督の演出はですね、もうベタのベタなんですよ。そのベタさを直球で出してくるその熱量、そこがむちゃくちゃいい。こういったシーンなんですよ。もう2人はすごいドシリアスなんですね、話をしているけども、それをなんか変な風に勘違いした、もうその構図がむちゃ爆笑です。あとやっぱ顔芸ですね。隼薮監督の駆け狂いシリーズを見た人はピンとくるかと思うんですけども、見てほしい。見てほしい。最高です。ただですね、めちゃくちゃ笑えるんですけども、現在ですね、コロナウイルスの飛沫感染のリスクがあるからかと思うのですが、場内はクスクス笑いしか聞こえなかったですね。自身もですね、笑うのを抑えたんですけども、もう心の中ではもうゲラゲラ笑ってました。まあ、あと特にですね、ちはやふるの矢本さんと森永さんのコンビのシーンがもう爆笑です。まさかこういうことは起きないよねと言って本当に起きるみたいな、ね、何回か繰り返すんですけども、いや、うまい掛け合いがまさに神がかってました。こんな人におすすめ。顔芸に抵抗がない人、実際の日常生活であんなすごい顔しないんです。リアリティは考えないでください。リアリティが重要だっていう方はですね、多分楽しめないと思います。エンターテインメントとしてですね、OK っていう方はですね、もう最高な映画です。はい、ということでですね、今回はですね、劇場公開映画、グランブルをレビューしました。この監督ラボではですね、商品紹介ですとか、こういった映画のレビューですとかも出しておりますので、まだ未見な方はですね、チャンネルぜひ見てください。で、この作品なんですが、8月の8日から、公開スタートしましたので、今のムシムシした夏、もうぴったりな、この夏、激推し映画です。はい、で、あとですね、公式さんからですね、YouTube 上にですね、じゃんけん大勝利というものを出しております。これ本編のシーンをですね、切り取ったものなんですですけども、概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひ見てください。はい。で、ハヤブサ監督なんですが、結構たくさん撮る監督さんなんですよ。で、今年ですね、あと2本公開を控えておりまして、すでにですね、アニメ化、ドラマ化されております、映像系に手を出すな。もうこれも絶対見ます。続いて、東京リベンジャーズ。もう内容関係なく見たいと思います。はい。というですね、この暑い夏を盛り上げるグランブル、ぜひご覧ください。監督でした。また次の動画で会いましょう。